はい。したら、新サムは第4回だかな、多分。12月6日金曜日、新サム大会、始めます。よろしくお願いしまーす。さあ、今日は宇宙よりすぐりの侍たち。宇宙なのに侍どうなんだ。ソイヤ、1番引いたソイヤがシードで、2番、3番、4番、5番、6番、7番が、1回戦が3試合ありますね。竹庵、1P 側、玄庵、白縫い玄庵、2P 側に、イデア、立花、右京。どっちも 2P カラーで、とバグラスツバメ、すっかりできる気になっている。できるようになった。できない、売り切れた。売り切れて、右京が放送禁止エリアに隠れて、毒斬りは画面の真ん中ぐらいで消えてしまうが、ツバメは画面端まで行くと。そして飛び道具ツバメ部分だけを当て続けて、思ったより減らないツバメに対して安くねこの技と文句。突進から殺しちゃルート、逆ヨガ前プラス AB ってコマンドが書いてありますね。怒ってるゲージの下に消えた。で、体力がピカピカ光ってるゲンアン。で、体力がほぼどこどこやシャガチュー入って、とお互いとダッシュ投げ。だから投げは嫌いなんだよと。なこれはまだわかる。お、投げに対してちょっと理解のあるイデア。大人になった。大人になったイデア。これならわかると。わかるなら返しとけよ。と、今度はイデアの怒りゲージの横に、あれはなんだ？前、後ろヨガフレか ?AB、消えた。優しいですね。武器破壊技のコマンドが出てくれると。ちょっと飛び込み当たってシャガチュー入って、シャガチューか今。入って、バックツバメ。で、食らって無理やり投げる、割り込んで、この投げは分からなかったもんよ、文句言いだよ。割り込めちゃやべえだろと。そしてツバメガシ出ない、出たけどちょっと高すぎた。で、バックジャンプ。の、投げて、飛び込み高めの打点の投げをガードして投げて、きっちり殺す。イデアがここで、右京という強キャラ使い、強キャラを、キャラパワーに物を言わせて勝てるのか、それとも竹庵が、例によって、投げ殺す。おっと、対空うまい。で、投げ。わかる投げ。おっと、さっきと同じ状況なのに、コパン出てるじゃねえかよと。同じ投げを食らったはずなのに。同じじゃないと。絵面的には同じように見えたけど。スラがあるんですね。その投げはしょうがねえよな。で、膝蹴りで。で、と、おもむろに飛んだところをローリング当てて、うまい。で、小スラ、うっとしい。イデアが画面端、放送禁止エリアで、もごもご動いてバックステップ。飛び込みかな。こうなるとさすが体力奪いにいかない。きつい。で、なおもむろに近づいてって言ったところ、ショースラー、ゲンアン、タケアンが拒否って勝ちと。お見事、タケアン勝利。タケアンは次がソイヤと戦いますと。じゃあ、エアガイツ仮面のニコチンと4126占領京志郎。エアガイツ仮面は空いた。エアガイツ仮面、新サムライスピリッツ。いやー、しばらくは見るのも嫌になりましたねと言っていた新サムライスピリッツ。やはり耳が聞こえなかった。飛び道具打って、猿が走る。どうしたら、今のでとどめを踏まねえんだ。どう？サムライスピリッツとは思えない。エアガイツ仮面が完全にストリートファイター、飛び道具打って飛ばして落とす戦法。
こう、飛び打った時に飛ばれて、で、ドスッと刺さって、かなりじりじりした状況、画面味を詰まってレガチャメンと対空使って、とドスッと、4126。いや、自分最近これやってて、いや、結構強くなりましたよ、自分って言ってたから。どうなる？と、相打ちって。花粉院ニコチン。2本目。4126の上に、怒りゲージの上にコマンドが出ている。飛び道具の、おっと飛び道具、なんでお互い貫通してきちゃうかね。で飛び道具ガードして、飛び道具で牽制して、と太鼓は出さずに、とめくり食らって、そうか飛んでったところにぶっ刺さって、コマミスか、と足払い食らって、とまたしゃがない食らって、と太鼓ブスッとブスッと刺して、俺がエアガイツ仮面だと、エアガイツ仮面が勝利をアピールと。したら浅宮葵さんのチータケオ、みーちゃん千葉玲子、じゃんけんで 1P2P。 あ、一ラン一マッチしてこれあったね、今頃気づいたけど。みーちゃんことセンサム仮面ツピガワチャムチャム、いくぞ野球十兵衛、いざ陣頭に出てこい。竹雄と竹雄とレイコどっち勝つんだ。シャガチュウ、シャガチュウで水月王とダッシュをスラで止められて、削って、起き上がりに削って、なんだっけあれ、なんとかガブルだっけ、忘れちゃった。で、そう、で、消えてから走って、で、転がり、ショーと、スライディング。と、ブーメラン投げて戻ってくるとこ投げられて、体力は若干みーちゃん有利。ただし、本当に若干。で、フーリーがガードされて、そりゃ食らうよね、と。昇竜拳で。で、お怪我人、スギスト重ねて、一本目は浅宮さん、チーだけを。今日の竹雄は散歩しに来たわけじゃない。殺し合いに来てるんだと。スギストで。フラミンゴが入っていますね。これはブライトさんに撮影してもいいですかって言わないと。とブレイクスパイラルから画面味が一気に入れ替わって、兄ちゃん画面味追い詰めたけど、それでどうする、で削りはちょっと重ねが甘くて前歩いて投げられて、で怒って水月と抜けたのはいいけど、肉食いたい、肉うまーと。いや、セイジ、サムチャム、クレイクスパイラル、ゴスッと当てて、そして肉、2個目の肉。肉食って体力差が十分。スラ。主戦力はスラのみなのか、スゲストをガードして、で、ブーメラン投げて、で、スラ。ブーメラン投げっぱなしで帰ってきたようには見えなかったけど、いつの間にかにブーメラン持っていた。みーちゃん取り返してラウンド3、フーリガン空振って、でシャガチューで追っ払われて、怒って水月と抜けたのはいいけど、で水月と久々になるでブレイクファイル、怒ってるけど思った以上に減らねえ。スライディングを見せておいての、と、大切りカウンターで入っていって、今。
スライディングを先っぽ当てかダッシュ投げかしか今んとこチャムチャム攻撃手段が見受けられない。どうする、とダッシュ投げ食らってと対空タッシュ切りドスッと刺さってしいたけを、俺は散歩しに来たんじゃねえんだよと朝宮葵が千葉玲子引退に追い込んだ。したらそういや木場上源十郎竹谷知らない源案じゃんけんでワンピーチピース。年賀状を売ってるにお兄さん、ワンピー側、スピー側、竹谷。と、ボーリングそのまま3連射で潰せんの？一つ、二つ、三つと。で、殺しちゃうで怒って。で、止まれたところに。大切れがあるして。と、シャガチューで。ちょっとかすっちゃって、で、ダッシュ投げしに行ったらダッシュ投げられ。で、体力差が、そどついて、完全無敵の、どこを使うのか使わず。一つ、二つ、どこで当たってんだ。で、シャー、なんだ、原案レプリカ。なんだって名前が忘れてた。レプリカ使った上で、覇王丸の真似と。そう、昭和しばらいこすっていたのにダッシュしておもむろに投げ、昭和しばらいそのまま座れた感じなのか。で、胴切りからダッシュ投げはさすがにバレていて、大切り空振ったところにジャンプ大で、殺しちゃるで、また通称で見えてきたけど膝蹴りチャランボ守るから胴切りで、体育大切りで、ダッシュ投げ飛び飛び打ってで、得意のショースラー当たりは勝ちなんですよと。一つ二つ三つとガードさせて、すり切り食らって竹谷お見事決勝戦。お見事。したらエアガイツカーメンのカフェニコチン、朝宮追いちいたけを、じゃけんでワンピースピー。ワンピー側はサンミヤ、アオイチータケオ、ツーピー側にエアガイスカメン。偽りのエーパー。カフェニコチン。で、飛び道具からスタート。飛び道具。もう出かかりシャガチで飛び落としたけど、飛び道具発生が思ったより早かった。水月光を飛び込んで、対空がなんかして、水月光。水月光食らっちゃって、猿が発生していなかった。で、シャガ中か、シャガ台か、からキャンセルの猿を走らそうとしたら、ちょっと出が遅くて食らって、水月光。シャガ中、水月光。で、ダッシュは猿食らって、猿思ったより減った。猿がなんか発生が早いんだか遅いんだか、微妙な、いいタイミングだね。水月島と猿が相殺し合わないのか、これは。で、シャガチ当たって、あとお互いどっちもなんか一撃食らった死ぬ体力。踏んづけてしまい、お見事、矢がつかめ、一本。水上弾牽制に水月を張って、で、猿当てたけど水月を食らって、で、対空相打ち。で、上タイガー。で、ダチダイのしゃがない。
猿をひたすら飛ばす。肉、肉うまーで。うまかったけど燃える。水月刀打って。水月刀。あ、ジューベ、浅宮ジューベがやばい。飛び込み。もう必死、エアガス仮面も必死、なんか当てりゃいいでしょみたいな感じで技こする。相打ちオッケーで。勝ったのはエアガス仮面、決勝進出、おめでとう。ニコチンいけんじゃないですか、これと。昨日だかおっとりだか自分で、いや、新サムはちょっとしばらく見たくないです、みたいな。自分で言ってたくせに。いけんじゃないですか、このドヤ顔である、みたいな。ちょっ、手のひら返すのがうまい。じゃんけん、じゃんけんはしなかったのか、わからないけど、2P 側に、タケアン、ゲアン。1P 側にエアガイス仮面。ニコチンいけるじゃないですか、と。ちょっと、俺2、3日前に、いや、あのゲーム無理っすわ、とか。自分で言ってたのに。自分で言ってたのにね。いざ尋常に一本目勝。自分で、あの、引っ張り寄せるやつ。コンピューターはあれ食らってくれるんですよね。で、エイパっぽいのも見つけて、やべえこれ、超強いじゃん、このキャラみたいな感じが、やんなことないでしょ、みたいな感じで。しかもそれを大会の最中に知らされるみたいな。それがあまりにエアガイス仮面の心の傷を深くえぐった模様で、しばらく新サムはちょっと立ち直れそうにないと言っていたエアガイス仮面でしたが、今日はそのニコシンを使って決勝進出、決勝進出の際に言った言葉はニコシンいけるじゃないですかと、それ見たことかみたいな感じので、で、ショースラと相打ちってニコシン体力がもうない、で、ケイズリー、そうだよね、竹谷こういう時は体力をしっかり見ている、削り、削りにしっかりいって。リーチ。はい、幕が足払い。中足、中足。で、シャガ中。た、ゲンアンの方がリーチが長い。ドビドグ、出がかりに刺されて、ニコチンが困っている。そして目の前で怒って、ドビドグ抜けたところにそのまま前出してからの守る。で、毒斬りからの守るは、ジャンプで回避され、シャガチュウ。なんかやるたびにシャガチュウが、お釣りでもらっちゃう。なんかやるたびに、なんかやるたびにシャガチュウが、プスッと刺さって、で、出し投げしてから、そっから、と、バカになる決めて、飛び越えて投げ。と、IUC で、火力勝ちしたのは、竹やん。なんかやるためにシャガチュー食らってんじゃ話になんねえよと。いや、二つ仮面、こりゃしょうがねえな、みたいな。目が覚めました。やっぱ新サムきついわ、みたいな。ということで勝ったのは、タケン、おめでとう。ちょっと商品を取ってくる間に、みーちゃん、ちょっと例によって、なんかうまいこと、バツナギ、お願いします。はーい、じゃあおめでとうございまーす。ありがとうございます。もう7人しかいませんでしたけど。まあなかなかね、平日なんで。そうですね。来にくいですよね。週末とはいえ難しいですね、うん、皆さんね。うん。あ、竹谷さんは新サムは、ええ、もしかして初優勝ではない。初優勝です。おお、おめでとうございます、ええ。まさか勝てるとは思いませんでした。エアガイスさんがすごい強いんで、本当ね、強キャラでも使えない限り負けちゃうんで、しょうがないから強キャラ使ってるんですけど。このまま、ええ、あれでいくんですか、あの、なんだっけ、オリンピック、いや、キャラ。キャラは、まあ、ゲアン、もともと新サムでは好きだったんで。なるほど。うん。でも、反応もね、好きなんだけどね。はい。まあ、あんまり使う人がいないから、うん、自分が悪者になろうかなって思って、たまには。はい。まあ、本来ね、悪者になるはずの、いやがいつイリア君が頑張ってくれないんで、次頑張ってほしいですね。ありがとうございます。はい、お待たせしました。今回の商品は、クラリスディスクさんが、はい、まあ、うちで収録したゲームのサントラ、ジャレコのシューティングのサントラが出たんですけど、それの記念 T シャツのレアカラー版ですね。本来黒と緑なんですけれども、青、ミカドで今、絶賛販売中です。クラリス参加のジャレコシューティング T シャツ。お、かっこいいです。のサイズが、M、L、A、XL、O ってあって、O ってなんだろうって思ったんですけど、とりあえず O は多分大きいの O だと思ったので持ってきました。
オーバーボディの王。あ、脱ぐんだ。オーバーボディ、そうですね、オーバーボディですね。ありがとうございます。はい、ということで、竹庵はクラディスディスクさんの、ジャレコシューティング T シャツです。はい。レアカラーの青をゲットしましたということで。すごいかっこいいです。ありがとうございます。T シャツが大好きなソイヤがかなり羨ましい目で見ている。ということで、あれですね、多分第4回かな、確か。第4回新サムライスピリッツ大会、参加7人で優勝は竹庵。